アヌネさん、レインボースター、かわいいスタンプ、イサオさん、ハーテムピチュルヌさん、バラ、ありがとうございます。私、スマホをどこにありましたでしょうか。本日はいかがお過ごしでしたか。本日何してましたっけ、私。本日はマジで何してたっけな。本日は編集してました。編集の編集、なんて言うんだろう。編集の編集、直しとか、あとあれをハードディスクを買ったので、あ、そう、ハードディスクを買ったから一日中ねほぼその写真を写したりとかしてましたね。そしたらもうこんな時間だったから早めに。やってました。でも今そうなんかですね、あ、パソコンの写真とかを全部写したんですけど、パソコンもねちょっと編集のやつが結構容量食うので、やっぱり編集動画も扱いますし、テロップとか容量を食うんですよ、あれは。そうなんです。画質荒いですか？まずい。まず635あるからな、まあ、何テラの4テラのパパが買ってくれました。そう、お姉さん、なんでだろう、なんで？ペンライトありがとうございます。なんで普通にいつもと変わんないんですけどね。ちょっと待って。Wi-Fi が違うやつになってました。なんだろう、月末関係ないんだよね、いつも。そうそうそう、なんかすっごい悪い時はすっごい悪くて、でもね何にも書いてないんだよね。マジで気候とかかな。
気候結構関係あるんだよね。そう、風がえぐい吹いてたり、雪がめっちゃ降っているとか、雨めっちゃ降ってるとかだと、あのね、Wi-Fi って結構ね、支障をきたして、支障をきたすんだよね。その辺をちょっとどうにかしてほしいね、お偉いさんの皆様、ちょっと頑張っていただいて。ワクさん、ハートありがとうございます。 Wi-Fi って室内にあるんじゃ、あのね、室内にあるんだけど、本当にね、変わるのよ、天候によって。割とたまにね、たまにというか本当鼻水止まんない。花粉の薬は効いてないのかな。花粉の薬飲まなきゃ。寝るときもその茶色いんだけどな、寝るときも来ます。でも最近は、その最近というか、私暖房が苦手なんですけど、やっぱ寒すぎて、こうね、なんていうんだろう、寒すぎてこう暖房をつけざるを得ない状況が続いたじゃないですか。少し、そうそうそう、もうなんかちょっと寒いなって暖房をつけて、でも暖房もね、私寝るときに消してましたね、いつも。そう、もうなるべく、あの、自分の暖かい、自己、なんていうのね、外からというか、外からではなく、内側から温めないとなと思って。だから、もこもこ着て寝てます。フードはだから、こうやって、もうこうやってして寝てますよ。そう。なんか、こうやってして寝てます。いつも花粉症もちっちゃい頃からめっちゃ花粉症です。
今年はやばいかもしれないな。私もね、なんか徐々に目が弱くなってる気がするんですよ。弱くっていうか、多分学生の頃はさ、毎日さ外に出て、で学校行って、で体育も外でやってっていう、やっぱ外に出る機会が多かったからこそ、太陽に耐性があったと思うんですよね。けどすごい、なるべく私も外に出歩くようにしてるんですけど、そう、出歩くというか、外にちょっと歩いたり、駅と駅のちょっと歩いたら安くなるなっていう駅とかにちょっと歩いて1時間ぐらい歩いたりとか。でもお天気の中は全然歩けちゃうんですよ、私は、私自身はね。そうけど、マジでそう、パパがね、えらい色素が薄いんですよ。そう、ばあちゃんもそんな濃くないかな、家系的に。なんで太陽のね、光をね、太陽の光がね、割とね、目が、でも私ドライアイなのもあるんだよね。ドライアイだから本当に目が乾燥しちゃうんです。歩くと気分転換になりますね。なりますね。うん。熱っ。ココア飲んでます。ラスカルさん、肉まんありがとうございます。都内じゃないとできないやつ。でも私ね、自然が好きなんですよ。自然がたくさんあるところが好きなので、なんかね、全然歩けちゃう。私はね、いろんなところを歩けちゃう。なんか自然のなんか田舎なところをもう計画もなく歩いてみたいなってすごい思う。なんか普通にそういうのが好きな人とね、一緒に、もうあの歩くの苦手って人と一緒に行ったらもう苦痛でしかないだろうからなんて言うんだろう、なんか自然がこう好きで歩くのも苦じゃないよみたいな人、もうほんと宇多田とかそういう人と一緒に、なんか本当にもうマジで計画性のない旅を、ない旅というか、マジで計画性のないのをしてみたいですね。そう、あの宮崎さんもね、たまに電話してきて、たまに言うんですよ。あのね、アルバイトまで暇だから、暇なんだけど、なんか時間潰すほどの暇でもないから、その辺歩くんだけどさ、ちょっと右とか左とかまっすぐとか言ってくんないみたいな。そうで、右へって言ったら、あの交差点に突き当たったら、はい、右かまっすぐか左って言って、で私がまっすぐとか左とか言うんですけど、その地図を見ずに私のやつだけ
なんかさ、東京とかさ、まあ、東京が特にだけど、東京特にだけどさ、なんかさ、関東ってさ、電車が横に通ってるじゃないですか。なんて言うんでしょうね、こうな、新宿とか、まあ、渋谷とかはいっぱいこうこう出てますけど、360度にバーっといろ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 って品川けど、なんかさ、こう東京をこう見て、ここが神奈川で、ここが埼玉で、ここが千葉でって、こう見た時にこう線路がさ、こうなってるじゃん。東西、そう、東西にこういう線が多いじゃないですか。でもたまに横浜行ったり埼玉行ったりみたいな、そう、こういう線が多いからさ、こうなんていうんだろうね、この駅から、例えばこの駅からこの駅に行くまでさ、電車で行ったらちょっと遠いよみたいなとこあるじゃん。一回なんかこの辺経由してこう行かなきゃいけないみたいな、あるじゃないですか。そう、理解した。でもこういう線があって、この駅からこの駅に行きたいのにみたいな、あるじゃないですか。そう、だからそういうのが超めんどくさいからもう歩いちゃうね。あと電車ってやっぱ気が疲れるじゃないですか。そう、とバス、そう、バスもいいんだけど、私ね、バスも苦手なんだよね。バスね、マジで本当に使ったことなくて、あんまり超苦手なんですよ。しかもなんかさ、運転手さんによってはなんか怖くない？たまに。そう、だから本当に時間がないときはバス使いますけど、そう、まあね、ストレスがたまるのもしょうがないと思いますけどね。あのすごい、なんて言うんだろうね、もう毎日やってるとね、怒られてはない、でなんか口調が強いのかな、ちょっと。タクシーはお金もったいないじゃん、まあ、歩いていけるじゃんみたいな。タクシーなんかね、タクシー使わないですね。探し、市営バスの運転手さん面白いかと思う。で、そう、地方のバスの運転手さんはね、めっちゃ優しかったり、なんかおもろい人多いですね。うん、バスはね、あと難しいね、何行きってのやつに書いてある、なんか時間通りに来たからそれに乗ったらさ、全然違うとこだってみたいな。3の倍数、声変わる？それなんやっけ？ね、時間ね、まあでもその地方のバスに乗るのも好きなんですよ、私。地方のバスって言っても、ほんと福岡、佐賀、長崎あたりのバスしか乗ったことないですけど、奥に詰めるよ言われ、詰めるよ言われたことはないですね。ペガサスイーグルシャークパンサーさん、にゃんこ鍋ありがとうございます。梅浦さん、ファイトスタンプ。レスカルさん、じゃあまさとしさん、にゃんこそばありがとうございます。ルミエールで自然紹介して夢見るな、夢見るな、うんうん、夢見るな。あ、鍋やつさん、たぶん、知ってます、たぶん知ってます、知っ
ってます知ってます、ギリギリわかる世代だうちらは。バスねすごい、だからなんて言うんだろう、なんか地方のちょっと人が少ないようなバスとか電車とかに乗ってみたいんですよ。ちょっとなんかなんて言うんだろうね、なんかちょっと昭和を感じるような電車とかに乗ってみたくて、ひさしさん、ペンライトありがとうございます、ペンライトありがとうございます。ね、え待って、ジャノメイリカ咲いてるやん、素敵。呼子行くバスは景色良かった。いやね、地方のバスね、電車って他人と近くなるし、なんか嫌じゃない？マジで？まあその辺はもう気にしてないかな。茨城来ると話せれば買い占めなきゃ、話せれば買い占めなきゃ、降りますボタンを誰が先に押すか問題。それはね、そう。そう。私さ、中学生ぐらいまでさ、こう、なんて言うんだろう、中学生ぐらいまで、バスに乗ったことがなかったんですよ。そう。バスに乗ったことがなく、だからバスの乗り方わかんなくて、あの中学生ぐらいの時に一人で乗んなきゃいけない機会があって、とーっても焦った。もうマジでわかんなくて、乗り方が。ないね。バスはね、乗らない。っていうかもう、車で全部、車で行っちゃうから、バスに、え、中学生も乗ったっけな、わかんない、なんか覚えてないけど、いや中学生も乗ってないか、いや中学生まで電車にも乗ったことなかった。そう、電車、なんて言うんだろうね、親と電車はあったけど、親と電車に乗る機会ってさ、乗る時ってさ、もう全部やってくれるからさ本当にマジでちっちゃい頃、小学生もなってない、幼稚園児とかの時にバスに乗って、バスに乗ってね、ヤフオクドーム、ヤフードーム、あの時はなんだ、ヤフードームですね、あの時は。今はペイペイドームですけど、に行きました。じゃあ本当に分かんなくて、もう、え、電車ってここで切符買えばいいのみたいな。そう、本当に分かんなかった。でも友達とその電車に乗ってどっか行こうみたいになって、そう、
小学生まではね、なんていうの、自分たちだけで学校区域外に出ちゃいけなかったんじゃ、もう学校区域って言ってもバーが広いですけど、そんなうちらチャリでもうどこまででも行けちゃうからさ割とそう、チャリもきつかったけど、だから本当に中学校の時に友達と、友達も、そう、友達もね、分かる人と分かんない人がいたから、これで買えばいいのかって買って、でチケット買って、通学自転車はヘルメット、通学はね徒歩でした私。なんかチャリの人は限られてた、なんかもうチャリで来ていいよみたいな許可が出た人、多分何キロ以上離れてる人とか、チャリで来ていいよ許可が出てる人はチャリで来てましたけど、そう、えらい遠い人だけだったね。そうだからみんな歩いてきてましたよ、割と。一人でバスに初めて乗ったのは、わかんない、いつだろう、わかんないね。最寄りの駅も高校がある駅も無人駅、無人駅、チャリで冒険するのつい、ね、でもあれがいいんだよね、本当に。だから今というかこれからも小学生の方々にはそのなんか生意気にならずなんて言うんだろうね、こうもう大人びようと電車をこうもう使いこなすとかではな、親にこうもこう送っていってもらうとかではなく、徒歩とかチャリでいろんなとこに行ってほしいって思う、本当に。徒歩とかチャリでね、いろんなとこに行くってね、あの頃はもうね、もう早く車の免許取りたとか思ってたけどあれって本当に思い出になるし、青春の1ページになるから、本当にね、おすすめ。今あのお子さんいるよとかっていう方々はなんか、なんて言うんだろうね、こう無駄、確実に無駄なものじゃないものはいろいろ買ってあげて、買ってあげたりした方がね、可能性が広がるよね。そう、本当私は自由奔放にやらせていただいてはい、坂道あるとつらい、あの辛さもね、友達といれば乗り越えられちゃうんだよ。あ、もう無理って言って降りて、押して話しながら歩く時間とかいいのよ、あれが、あれでいいのよね、本当にって思います、私は。48歳、私もあの初めて知った、48歳って書いてある。原チャリで札幌旭川を往復したこと、その札幌から旭川の距離が分かんないんだけど、すごいね。淡路島一周、もう青春じゃん、そんなの。そう、そうやってさ、こう記憶に残る青春をしてほしい。
と思います。本当にだから夢見るがこのなんていうんだろう、夢見るがいろんなとこに行った時にその車でね、いろいろドライブでもいいですし、でも私一回やってみたいのはその夏じゃない、まあ、沖縄はちょっと夏はちょっとあれですけど、なんか例えば今借りれるチャリとかあるじゃないですか。だから式根島とかご存知ですかね。式根島ってすごいそのなんていうんだろう、すごい有名なんですけど、普通に式根島っていう島があって、あの YouTuber のスカイピースさんが行ってらっしゃったんですけど、結構前、もう2年、2、3年前、2年前、3年、2年前くらい、その手水っていう、手水っていう、テオくんと宮川くんとジンタンっていう仲良し3人組がいるんですけど、めちゃめちゃおもろい。多分手水で調べてもらったら出てくるんですけど、その宮川くんっていう方の地元が式根島らしくて、でその動画をね撮りに行っていらっしゃったんですけど、オフみたいな感じで、もうめっちゃ綺麗で、式根島行きたいですね私。いや島行きたいですね。島ってあんま全然行ったことないです。沖縄の石垣島ぐらい私が行った、人生で行った島はそう。だから島とかすごい、あの島育ちとか憧れますね。まあ、ないものねだりですけどね。こう、すごい大変なね、こともあると思いますけど、いろいろ。前、島から引っ越してきた子がいたんですよ、同級生に。そうそう。だけど、すごい。すごいね、大変そうですよ。けどめっちゃね、島大好きって感じだった。土踏まずさん、肉まんありがとうございます。ごきげんよう。対馬とかはね行ってないんですよね。行きたいなと思ってたけど、ずっと。そう、私もね、ほんと小中学生の頃はずっと部活動やってて、そう、ずっと部活動やってたから、もう本当にね、遊びに行く日があんまりなくて、だから遊びに行っても本当にちょっと友達と映画見に行くとか。対馬には韓国人が、そう、対馬に私の、幼稚園時代の先生がね、対馬にいるんですよ。幼稚園の恩師そう、その先生がすごいね、すごい、幼稚園の先生もみんな好きだったけど、マジでいい人ばっかりで、うん、幼稚園の先生が、いや覚えてますよ、覚えてるし、すっごいもうアイドルになりなってめちゃめちゃ言ってくれた先生なんで、アイドル、その AKB になった瞬間にすごい知らせましたうん、そう、覚えてます、覚えてます。コンサートはね聞いてもらったことないですね。まず九州でコンサートとか
ってことがあんまり少ないじゃないですか。ちょっと覚えてます。ともさん、ハートありがとうございます。すしもね、そう、なんかお手紙交換とか年賀状を送ったりとかしてるんですけど、対馬は韓国が見えるらしいですよ。そうそう、場所によってはって言ってた。場所によっては韓国がもう見えるから、すごいね、すごい場所だよって言ってた。屋久島行ってみたい。私も屋久島行ってみたい。めっちゃ行ってみたい。あのね、屋久杉っていうのかな。屋久杉なんていうの、なんとか杉って、ですね。屋久杉合ってる。行ってみたいんだよね。そうね、本当にすごいよね。なんかあれ、もう写真とかでしか見たことないけどさ、なんて言うんだろう、なんかオーラが違うよね、本当に。だからあの場所は本当にすごい場所だなって分かるんだけど、あるんだけど、まだ行く機会がないからまだいいかなと思ってる。縄文杉トレッキングって何？すごい歩くとか聞いた。マジ？すごい。何が？何がすごい？歩く時間？8時間とかね。今日誕生日です。ほんま、おめでとう、おめでとう、おめでとう。8キロ、私歩けちゃうよ。8キロは歩けるぜっていうね。だってさ、まあ、頑張って歩くぐらいか。あ、歩けます、歩けます。8キロはね、歩けるわ。だって中学校の遠足片道10キロぐらい歩かされましたもん。あ、じゃあもうちょっとか、もっと歩かされましたもん。マジでその日はもうね、帰ってから倒れるように寝ましたね。もうちょっと片道14キロぐらい歩かされた気がする、確か。で、合わせて20超えるやんみたいな言ってた気がするから、そうだわね。でも行ってみたい。夢見るだったらさ、
2時間なんか余裕よ、3人で歩いたらね。半日42キロ歩かされた。わら、マジ。まあ他の人と仲良くはなれそうですね。ね。なんかチャリだとさ、話しづらいからさ、チャリ旅とかはね、そうなんだよね。ね、そういうちょっとお話がねできないから、チャリ旅はあんまりやんないんだけど、うん。Do you know JKT48?Yes. Yes. 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 Yeah, of course. Pushy. 22時31分。いつから始めた？45分から始めた。ね、海行きたいな。本当に海が好きなんですけど、海と空が好きなんですけど、とってもというか、平井大さんがご結婚じゃない、平井大さんがお子さんできるらしいじゃないですか。知ってますか、平井大さん。うん、平井大さんっていう、シンガーソングライターっていうかアーティストの方なんですけど、シンガーソングライターすごい、いい曲をめちゃめちゃ書いていらっしゃるから、ぜひ聴いてほしい曲をね。そう、平井大さんの父親になりますよっていうメッセージがね、いつだっけな、もう3日前ぐらいにポンってツイッターに上がったんですよ。それがもう素敵すぎて、私は平井大、大きいの大さん、ブームもほんとに素敵すぎて永遠に見れますね、この文章を。そう、今までは出来の悪い男として音楽を届けてきましたが、8月からは出来の悪い父親として音楽を届けてまいります。出来の悪い男っていうのは、スタンドバイミー、スタンドバイユーとかでも、こう、歌詞に入ってたりとか。とか、うん、愛しき永遠のおてんばなプリンセスへ最大の感謝を込めてっていうの、言葉で終わるんです。なんで素敵な、なんで素敵な、もう。ねえ。最後に、愛しき永遠のおてんばなプリンセスへ最大の愛を込めて、平井大。かっこええ、ほんまに。マジで。素敵ですわ。ほんとに。そう、私はね、また会う日までとかいう曲が好きです。また会う日までとか。スタンドバイミー、スタンドバイユーっていう曲があるんですよ。
この曲もすっごい歌詞が素敵なんですよね。でこの曲を聴いてからこのツイッターに上がってるこういう 文章を読んでいただけるとおっとってなりますので、ぜひぜひおっとってなりますね。もうおっと素敵って、本当素敵、マジで素敵、声もサウンドもとっても素敵です。そう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 、なるほど。もうぜひね、そのスタンドバイミー、スタンドバイユーを聞いて、ツイッターのね、ツイッターに平井大さんがこの文章を載せていらっしゃるんですけど、8月にパパになる、そうらしいんですね。とっても文章が素敵、歌詞とメロディーどっち重視？歌詞、私は歌詞かな。歌詞ですけど、まああれによっては、ものによってはメロディーも重要で、結構メロディーは重要ですよ。メロディーも重要だけど、歌詞もね、歌詞メロディーから入ることが多い。てか私タイトルから入ることが多い。ちょっと海とか入ってたり、ちょっと爽やかそうだなっていう曲のタイトルのやつを適当にバーってプレイリストに入れたりするんですよ。そうなんですよ。タイトルも重要。なんて言うんだろうね。最近はね、なんとか。よっこいしょ。こんな感じでいつもやらせていただいております。曲とか。音楽とか曲とかってとにかく聴いてみてとかあるし、そうなんだよね。私もね、本当に本当にあとはよくね、歌詞を歌詞をね、投稿し、素敵な歌詞を投稿してるそのインスタのアカウントとかが結構あるんですよ。そう、それを結構見るかもしれない。曲あった。これ何ですか？日めくりプレイリストさんっていう、アカウントあるんですけど、その方の投稿ね、たまにね、おすすめに出てくるんですよ。冬の夜に聴きたいエモい曲とか、こうまとめてくださってて、それを結構、これから結構撮りますね。詩も読んでいて癒されることあるよね。そう、なんかね、曲、好きな曲じゃない、好きな曲何って言われてもわかんないんだよね。だから本当にね、めちゃめちゃいろんな曲聴くから。そう、どんな系の曲聴くのって言われるじゃん、たまに。え、どんな曲、本当にいろいろ聴きますって言うんだよね。もう本当にいろいろ聞くから。
私はね最近ね桑田佳祐さんの良さに気づいてしまいました。いやもうちょっと早く気づくべきだったと思います。はい、桑田佳祐さんの素晴らしさに気づきました。まあ気づきましたというかね、昔からねなんとなく曲は知ってたんですけど、いや私ねちっちゃい頃からずっとこなんか残ってる歌があって心に、で何の歌だろうってずっと思ってたけど、桑田佳祐さんの明日晴れるかなでした。これさなんかのさドラマの主題歌だったでしょ確か。最後に子供たちの声で明日晴れるかなっていう歌う歌詞があるんだけど、最後の方にね、それがすっごい耳に残ってて、プロポーズ大作戦、それママたちが見てたかもしれない。私はねもう一切の記憶はないんだけど、その明日晴れるかなっていう歌詞だけ残っててずっと。そう、ヤマピーと長澤まさみさん本当にわかんないんだけど、マジでわかんないんだけど、その曲だけを曲だけすごい頭に残ってて、あとはオリジナルラブさんの朝日の当たる場所、あ当たる道、これ場所は違うやつ、朝日の当たる道っていう曲も最近聴いてます。サンシャインロマンスとか、あとね、あれもね、すっごい残ってるんだよね。なんかさ、金の竜の背に乗ってみたいな歌詞のやつない？あ、なんかさ、あのさ、診療所が大きなテーマになってるような、ドクター系の、ね、あの方。吉岡さんとかがやってらっしゃらなかったですけど、吉岡さんとかが確か出てなかったっけな、覚えてないけど、分かんない。それもね歌だけ聞いてた、なんかいろんなものを遊びながら。お、タワーありがとうございます。ちょっと待って、どこ行った？ただタンタンありがとう、いってらっしゃいさん、ありがとうタワー、ありがタワー、オリジナルラブ懐かしい。オリジナルラブさんはあれだ、接吻みたいな曲が今ね若い世代にハマってるんだよね。氷漬け、孤島って孤島なのか、そのドラマ見てました。なんかわかんない、そんなやつ、そんなやつ、あれもなんかすんごい面白い、なんかすっごい残ってた頭に。そうなのよ、ただ
タンタン3タワータワーの氷漬けありがとう。じゃん、ありがとうございます。ありがとうよ。そう、でも私は本当にでも菓子重視だな、こうやって見てると。うん、菓子重視ですね。超菓子重視。うん、って思うかもしれない。いや、歌詞ね、洋楽聞かないで。洋楽はね、あの、私テンション上がる洋楽なら聞く、割と。そう、あの、朝とかはよくね流してる。ジャックスさんのリングポップっていう曲とか、ミランダ・コスグローブさんのキッシングユーとか。私ミランダ・コスグローブさん好きなんですけど、なんて言うんだろうね、爽やかな洋楽が好きです。どっちかというと、Leave it all to me とか、 Leave it all to me、 Leave it all to me です。そう、シェイクイットオフは朝にいいやと思って入れてるけど。でも私ね、ディズニーソングが好きなんですよね、とっても。How far I'll go とか知ってる？How far I'll go なあの曲だっけな。モアナの曲。あの曲めっちゃ好きなんですよ。とか、まあ、夢を密かにとか、アンダーザシーも、そう、それこそ平井大さんが歌、あの平井大さんがね、カバーをされてるんですよ、いくつか。そう。いくつか、アンダーザシーとか、それこそ、こう、カバーをされてるんですけど、もうめっちゃいいから、聴いてみてください。こうなんか、あのアンダーザシーがこう平井大さんの曲に、平井大さん要素をボンってこうに包まれてる感じ、すっごいね素敵ですね。自由への扉、私ラプンツェル系の曲好きですね、割と。うん、でも本当に、うわ、もうこれめっちゃテンション上がるわっていう一番好きなやつはジャンボリーミッキー。もうマジで好き、あれ。ジャンボリーミッキーは一番テンション上がる、正直。カバーはどちらもおすすめですか？そうね、オリジナルも好きなんだけど、私はね、そうね、でも平井大さんのディズニーってすっごい、なんて言うんだろう、なんかカフェタイムに聴いたいような感じになる。そう、なんかこう、夏休みによく聴いてました、私は。平井大さん、私、夏といえば平井大さんなんで、そう、もう夏に限らずめっちゃ聴いてますけど、正直。夏といえば平井大さんとかあるんで、もう夏といえばね、平井大さんのその曲を、もう爆音で流しながら、部屋の掃除とか、いろいろするのが好きです。
プーさんハートありがとうございます。ミュージカル感ある。え、そうなのよ。そうだからミュージカル好きな方とか自由への扉とかね、おすすめ。あと輝く未来。いやでもディズニー系はねすごいミュージカルっぽい感じになってるので、いやそらそうなんだけど、こう気持ちをこう歌に してる場面がほとんどなので、そうなんですけど、とってもおすすめです。あとは何が好きかな。BGM で流すと仕事が取りそう。そうなんだよ。マルーン5さんとか、マルーン5っていうのかな、マルーン5さんとかで、私そうダンスをやってたので、ちっちゃい頃からだからダンスで踊った曲だっていう曲がかなりある。有名な曲とかだと、まあいろんな曲がありますよね。おっと、ハニーマーカー出せ、あ、鳴らしましたね。加入前は小学校4年生から習ってました。小4小5で、小6は一旦、小6はダンススタジオが使えなくなったから一旦休んでたけど、中1からそこの先生が新しく違うところでやるよーっていうのを教えてもらったから、中1、中2、中3で高1、高2、まあ、高校生になってからは頻繁に行くことはなくなったけど、あのなんて言うんだろう、8になったから、そうだけどたまに行ってます。だから行きたい、いやあのめっちゃよくしてもらってるので、そう、めちゃめちゃ仲良しで、だから行っていいえって言って行ったりだから実質中3までかな。だから小6、あ、小4、小5、中1、中2、中3、中で高1ぐらいまで、ね、行ってましたね、ちゃんと。じゃあ高2ぐらいまで、あ、高1、高2ぐらいまで多分ちょいちょい行ってた。7じゃない。他の生徒さんびっくり案件。いやでもね、他のね、私たまに妹とかも知り合いとかもダンスやってたりするのね、そこで。そう、妹とかもやってる、行ってたりするんで、そのたまにイベントを見に行ったりとかもするんですよ、たまにね。イベント見に行ったりとか、あとね、もうあのありがたいことに先生があのダンスのスタジオ内にね、私のポスターみたいな、私のねことを書いてくれてるコーナーがあるんですよ。そう、そう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 、だから私のことみんな知ってくれてて、だからみさきちゃん、みさきちゃんって言ってくれます。嬉しい、かわいい、もうみんな本当にいい子たちばっかりだから、もうありがたいわ。そうそう、ありがたいことに、もう本当にいい人に囲まれてます。そう、たまに行ってます、だから本当にね、たまにだけど、
もね、アイドルになりたいって子もいるらしいです。アイドルになりたいって言ってお手紙くれる子とかめちゃめちゃ可愛い、超可愛い。だから私も頑張らないといけないんですね。さあ、ということで55分ってことでね、喋り倒しましたけど、ちょっと待ってちょっと待って、エンチョさんにクマありがとうございます。何系、私ヒップホップ系ですね、ゴリゴリの、ヒップホップ出てました。肉まん、ベルちゃんからその肉まんありがとうございます。そう、ジョンマイラブ張り切って参りましょうぞ。でジョンマイラブはね、めっちゃ楽しみです。本当にミュージカル好きなんですよ、好きなんですよって。本当にミュージカルが好きなので、そう、これめっちゃ楽しみ、本当に。ぜひね、ぜひ。3期はね、めっちゃ期間が長いのと、あと普通に4月の9日から3期、4月の3日までがね2期で、4月9日から確か3期が始まるんだけど、分かんないね。そう、誰がいつ出てっていうのはまだ本当に全然決まってないし、あの稽古も全然できてないので、ちょっと本当に不安なんですけど、でも楽しめたらいいなと思うので。来月早々には4月のスケジュールは発表されるかな。ね。キストーリアまだ、そうなんだよ。キストーリアまだに未定なんだ。そう、まあ一人だったらさ、この日に出るんだってわかるけど。そうだね。3人いるから今回。宇多田とヒカルンと川原、トリプルキャストなんで、今までのシングルキャスト系じゃなく、ト
トリプルキャストなのでね、ちょっと出るスケジュールちゃんと確認してぜひお越しください。そう、まだ出てないと思いますけど、ぜひ。ぜひ。ということでランキング読みます。13位、ツーリンダルマさん。12位、横尾さん。11位、ヨンミンさん。10位、フロストさん。9位、マサトシさん。8位、 MT07 さん。7位、ジョークスノーさん。6位、ヒサシさん。5位、エンチュさん。4位、ベルちゃん会長さん。ミスターのは3位、土踏まずさん。2位、アヌサミサが成功。1位、タダタンタンさん。ありがとうございました。ということで4893人の皆さん、本当にありがとうございました。終わります。明日も頑張っていきましょう。バイバーイ。4893人ありがとうございました。バイバーイ。 ET